ゼロから教えてホリエモン。おそらく世界初なんじゃないかなと思うんですけれども、 AI で、ほとんどを書いたビジネス書をチャット GPT というですね、 GPT-3 という大規模自然言語モデルを搭載した AI、 それが盛り上がってですね、これで本書けんじゃねみたいな話になって、ネオ HIU 出版っていうのを立ち上げてですね、その第一弾として私の本を作ってみました。私が書いたのは最後の後書きだけです。このタイトルもですね、これ堀江貴文さんが、書いて売れそうな、ビジネス書のタイトル、これ AI が考えました。何もいじってません。そしてですね、これ章立てをですね、自動的にまたやってもらいました。これに さらにですね、章目次みたいなの作らせて、その章目次からですね、最終的に本文も堀江貴文さんが言いそうなことを書いてくれということで、本当もっともらしい僕が書きそうな文章をですね、完全に GPT-3 だけで書いてます、構成ほぼ入れてません。こんな AI って本書けるようになったんだみたいな感じがすると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。